自分でボール持っててさ、それで俺らに。うまい。いやー、決めてたらオンエアだよ。自分は、まあ、スピードがある選手ではないんで、まあ、一番意識しているのは相手の重心と、まあ、多分逆を取ることです。最初の時点で相手の逆を取れば相手も慌てて足を出してくると思うんで、そしたらまた切り返して逆を取るってことができるんで、まあ、逆を取るってことは本当に自分自身の中で多分一番意識していることです。まあ、左足を常に前に置いてます。ドリブルしてるときにボディフェイントだったりかけやすかったり、まあ、ボールを守れるっていうのも一つの役割があるんで、相手の足を出させたいんで、この縦一歩ずつ先から動かしてボールを後から横に出せば抜けるんで、自分は相手抜くドリブルっていうのが苦手なんで、相手に足出させて、相手の足出させてから自分が抜くっていう感じでイメージしてやってます。小学校の時コーンドリブルを泣くぐらいやってて、毎日それで技術が結構身について、これ今2個なんですけど、これにあと4つ置いて、
左足とアウトだけとか種類はいっぱいあります。